皆さんこんにちは。今回はスクンビット駅から徒歩10分ぐらいにあるヘルスランドアソーク店にやってきました。私はバンコクに来ると必ずその日の午前中のうちにはここヘルスランドに来てマッサージをしてもらいます。登場の疲れをここで癒してもらいます。このお店はバンコクではとても日本人に有名なお店です。店内もとても綺麗で女性に人気なのもうなずけます。こういったハンドクリームとかちょっとなんだか分かりませんが女性に受けそうなお土産もたくさんあります。今回は約束の時間まで2時間ちょいあったのでこちらのトラディショナルタイマッサージの120分650バーツをお願いしました。650バーツで安いと思います。部屋の中はこんな感じです。施術台が3つありますが1人で使います。着替えました。これから施術を受けます。部屋の明かりを落としているので全然見えませんが施術をしてもらってます。誤解のないように言っておきますが、健全なマッサージ屋さんです。タイの伝統的なマッサージです。ただいま、施術が終わりました。結構今回は重量級の方だったので伸ばすやつがかなり伸びました。ありがとうございました。今回は私がバンコクに行くといつも行っているマッサージ屋さんヘルスランドアソーク店の紹介でした。詳しい情報は概要欄に貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。